ヤマハ IM3526YM3526 IM は1984年にヤマハが開発した FM 音源チップである。また、本チップより派生した上位チップを含めてオピルシリーズと呼称される。非常に多くのバリエーションが派生し、以後のほとんどのローエンド向け FM 音源の基礎となった。国立科学博物館の2019年度重要。 科学技術資料に登録された。2意オペレーター、同時発音数最大9音の FM 音源に加え、プログラマブルタイマーを2系統内蔵する。キャプテンシステム及び、文字多重放送受信端末向けとして開発されたため、標準端末仕様のサウンド要件を満たすためのモードがある。アドするパラメータは、同時期の IM2203 と比べて簡略化されており、 持続オンモードと減衰オンモードを選択することで、前者では、サスティンレートがゼロに固定され、後者では、リリースレートが約七に固定される。レジスタ上のリリースレートは、前者では、リリースレート、後者では、サスティンレートとして機能する。エンベロープパラメータは発音中に任意に、設定可能であるため、k ー ONG に減衰オンモードとして、サスティンレートを指定し、キー、 オフ時に持続音モードに変更してリリースレートを指定することで YM2151 や YM2203 と同じようなエンベロープの生成が可能である。発売後ほどなくして完全上位互換の YM3812 が発売されて製造が中止されたためオリジナルのオピルの使用例は多くない。オピルシリーズの特徴としてキャプテンシステム端末使用 文字多重放送受信端末仕様に適合するためのリズム音モードを有することが挙げられる。これは一部のチャンネルを一オペレーターごとに分割、さらに内蔵のノイズジェネレーターを合成することでバスドラム、スネアドラム、タムタム、ハイハット、トップシンバルの5種類のリズム音を発生させるものである。リズム音として使用されるチャンネルについても リズム音に適した音色データをユーザーが設定する必要がある。また、発音する音程も、楽音と全く同様に指定するが、スネアドラムとハイハット、タムタムとトップシンバルは、周波数レジスタを共有しているため、一つの周波数値で、それぞれの音色に最適な音程となるように、倍率設定値を設定する。バスドラムについては、音色設定も、 周波数設定も楽音用チャンネルと全く同様で、単にノート ON、オフを設定するフラグの位置が変わるだけなので、楽音用の音色と周波数値を設定することで楽音として使用することもできる。このような使い方をする場合、当然、バスドラム用チャンネルはバスドラムとしては使用できなくなるため、バスドラムを使用しない、またはタムタム用チャンネルの音色と、 周波数の設定によって、バスドラムの代用とするなどの運用が要求される。したがって、実運用上は以下の3つの動作モードを持っていると言える。この特性は、後続のオピルシリーズにも引き継がれているが、同様の仕組みのリズムオンモードを持つオピール系では、リズムオンモード用の音色をユーザーが設定できないため、大幅に使い勝手が異なる。ありがとうございます。